それでは LED の説明をいたします。 LED は今点滅がこの部分にこの中央に今取り付けておりますが、これは自由に取り付けてもらって結構でございます。でこの LED の照明によって現状どういう設定になっているかっていうのが目で見て分かるような仕組みになっています。それでは一番、この C スイッチ、これはフライトモードのスイッチになって、これで切り替えていくわけですけど、一番上に切り替えた場合、これはマニュアルモード、いわゆる、自動安定装置が入ってない状態ですので、特に初心者の方には非常に飛ばしにくいものでございますので、できるだけこのスイッチは操作は行わないようにしていただきたいと思います。次に真ん中にフライトモードを持ってきますと、点滅が、緑の点滅がゆっくりになっていると思いますけれども、これが ATT モード、自動的にバランスを取る状態を表しています。でこのモードは、高さの固定と、それから安定のバランスを保ちます。そのためにスティックさえ離していただければ自動的に、自分でバランスを取る状態になります。で次にこの一番下にC スイッチを下げます。そうしますと現在、今度フラッシュが2回続けて、フラッシュしていると思いますけど、これが GPS ATT モードとなります。これが GPS を受けて、安定バランスモードに入ります。でこれは位置の確認、位置の固定ということになります。高度の固定、位置の固定ですから、例えばその位置で止めたいという場合は、通常は ATT モードで飛行させておいて、その位置で止めたいときにこの、一番この C スイッチを下に下ろすことによってその場所を固定するということになります。でこの状態で、この ATTGPS ATT モードで使われても構いませんが、通常は ATT モードで飛行させていただくというのが、それからフェールセーフモードっていうのができるようになっておりますけど、フェールセーフのスイッチはどこにあるかと言いますと、現在これの場合は、この右上のボタン G スイッチを使っていますが、これは、フェールセーフを起動させる場合、手前に行うとその操作になります。やってみます。そうしますとフェールセーフが入りますと、こういう赤いフラッシュが入ります。で現在これはフェールセーフに入ってますよという状況です。でこの場合、自動的に自分でその、場所に戻ってきて自分で自動的に着陸をするという、そういう状態になります。でこれは通常のまたモードに戻って通常 ATT モードに戻っておりますが、例えば今度はこの送信機が電波が切れる場合、これも同じように、フェールセーフモードに入ります。でこの、今の送信機のスイッチを切ってみます。そうすると同じように赤の、フェールセーフモードが働いて、自動的に、着陸して変えて着陸するという状況になります。以上 LED の説明でした。